オレゴンは1970年にラルフ・タウナー、ポール・マッキャンドレス、コリン・ウォルコット、グレン・ムーアによって結成されたアメリカ合衆国のジャズとワールドミュージックのグループである。ラルフ・タウナーとグレン・ムーアはオレゴン大学の学生として1960年に出会って以来友人であり時として協力者であった。 1969年まで両名ともニューヨークに住んで働いているミュージシャンだった。フォークシンガーのティム・ハーディンとコラボレーションしている間、彼らはワールドミュージックのパイオニアであるポール・ウィンターのコンソート・アンサンブルを紹介され、そこには特にタウナーが非公式のデュオとして即興を始めることとなったメンバー、コリン・ウォルコットがいた。1970年までタウナー・とムーアは ウィンターコンソートに加わり、後に仲間となるマッキャンドレスと出会うことになる。4人は自分たちで即興演奏を模索し始めたが、彼らの貢献はタウナーのイカルスのような作曲作品にて、ウィンターコンソートのサウンドを再定義することにおいて、絶大な影響を与え続けた。4人のミュージシャンは1970年に最初のグループとしてのレコーディングを行ったが、リリースされる前に、 レーベルのインクリースレコーズが倒産してしまった。オレゴンは1971年にニューヨークで正式なデビューをすることとなった。グループの最初のリリースとなったアルバム北の星は1972年にバンガードから発表された。これらの最初のレコーディングと続くアルバム遥かなる丘、冬の日によってオレゴンは その頃の主要な即興グループの一つとしての地位を確立し、ジャズ、ホーク、スペースミュージック、アバンギャルドジャズといった要素とともに、インドの伝統音楽と西洋のクラシック音楽を融合していった。グループは1970年代を通じて、バンガードから数多くのアルバムをリリースし、1978年から1980年の間にエレクトラ、 アサイラムで3枚のレコードを制作した。メンバーここのプロジェクトに専念した2年間の活動休止の後、グループは再編成し ECM レコードのためにレコーディングを行い、1983年にバンド名を冠したアルバムオレゴンをリリースし、1984年にクロッシングをリリースした。後者のリリース前、1984年のツアーにおいて、 ウォルコットが旧東ドイツにおける自動車事故で死亡した。これによりオレゴンは一時的に解散したが、1985年5月にニューヨークでのウォルコットのメモリアルコンサートで再編成され、インドのパーカッション奏者トリロクグルトゥが参加した。1986年、グルトゥはオレゴンに加入した。バンドはツアーを再開し、 メンバーとして5年間で3枚のアルバムをリリースした。トリロクグルーツが脱退した後、グループはトリオとして活動を続け、その間に2枚のアルバムを発表した。1997年のアルバム、ノースウェストパッセージは、ほとんどの曲でドラマーのマーク・ウォーカー、またはトルコ系アルメニア人のパーカッション奏者、アルト・トゥンチボヤ・ズヤンをフィーチャーし、打楽器を含む、 音楽性への回帰を示した。その後、ウォーカーは正規メンバーとなっている。アンサンブルは1999年にロシアのモスクワを訪れ、モスクワラジオチャイコフスキー交響楽団でレコーディングを行った。何年もの間、制作されてきたオーケストラ作品の初演で、初期のウィンターコンソート時代のものもあった。そのプロジェクトによる2000年リリースのアルバム、インモスクワは、 グラミー賞の4部門にノミネートされた。2002年にはサンフランシスコロックオンのアルバムライブアットヨシズがリリースされた。これは20年で初となるオレゴンのライブレコーディングである。2015年3月、グレンムーアがグループを脱退すると発表され、ベーシストのパオリーノ・ダ・ラポルタが交代で加入した。 2019年の時点でオレゴンはツアーアンサンブルとして存在する予定はない。ありがとうございます。